オース未来のチャンピオン、どうもイゲンです。今回はですね、珍しく、こんな感じで動画を撮っているんですけれども、 e バトルオフポケットモンスタースカーレットバイオレットというテレビ東京さんのですね、番組に出演させていただきまして、その試合の振り返りの動画になります。まあ実際にね、収録の時にテレビ東京さんから、ぜひ動画の方使って振り返り動画なんか出していただいて大丈夫ですっていう風に、言っていただいていたので、まあせっかくなら、撮っていこうかなという風に思います。まあ、結構ね、各卓の読み合いだとか、この時実はこう思ってたっていうのを結構話したいこともたくさんあるし、楽屋とかでのね、裏話というか、こういうふうにお互い思ってたんだっていうお話とかも踏まえて、皆さんに、お話ししたいことがたくさんあるので、まあ、一つ一つこの選択肢合ってたのかとか、ここは実は狙ってたんですだとか、そういうところを事細かに皆さんにお伝えできたらいいなというふうに思っております。実は結構この試合の後にでかい事件があったりとかして、まあ、その話も最後の方にまたしますね。ということで早速動画の方見ながら喋っていきたいと思います。どうぞ。はい、ということで、まずお互いのパーティーから見ていきましょうかね。バンビーさんが焦ってますけど、コントローラーこれね、暴発してるって僕知らなくてそんなことが起こってたんですね。はい、っていうところで、僕は今回一人一人に、パーティーを分けて作ってきました。そもそもこの大会って自分と同じブロックの人の試合は見られない仕様になってるので、1個のパーティーを使っても不利になることはないです。見られることはないので。ただ僕はもうなんか人読みというか、この人にはこういう戦い方が刺さるだろうっていう一目倒しないと、まあ勝てないだろうなっていうふうに思っていたので、そういう、まあ、人一倍時間をかけることで、まあ、実力差を補おうっていうことを考えてました。でなんか結構今考えたらすごいこと考えてるなと思うんですけど、こう決勝から逆算してパーティーを組むということで、まあ、自分が決勝戦に行けるっていう前提でパーティーを組んできていますので、5パーティーですね。全部で決勝、準決勝、予選3戦、ということで、まあ予選3戦は誰と当たるか分かってる、で決勝準決勝は誰と当たるか分かんないっていうところで、5つもパーティーを組んでるというね、ものすごい時間のかけ方をしたんですけど、まあちょっとね調子乗りすぎかっていうところなんですけど、まあなんかそれくらいの姿勢で挑まないと勝てないだろうなっていうことで、結構、そうやってパーティーを組んできました。で、予選に関してなんですけど、これはもう誰と当てるか分かってるので、その人に刺さるっていう戦い事をするのが、まあ、僕にとっての定石です。まあ、その人のプレーの癖だとか、この人はこういうプレーをするだろうなっていうところを考えた上で、それに刺さる、ね、戦い方をしたかったので、まあ、まずは同じブロックになった方の動画を見まくって、もうその人の癖だとかをプロファイリングしていくところから、始まりました。バンビーさんの、癖に関してなんですけど、まあ、癖というかもう強い方なんで特にそういうのってないんですけど、強いて言うならもう硬いプレイをする人ですね。まあ、構築段階からそうだし、選出もプレイも、絶対に即負けを、かなり丁寧に避けていくっていう、もう常に自分に勝ち筋が残るように立ち回るし、まあ、もし劣勢になった時は強気に行くっていうことができる、まあ、危ない橋は絶対に渡らない人だなというふうに、思っています。まあ、だから強いんですけどね。まあ、でバンビーさんってそういう人なんだなって思った時に、じゃあ自分はどうしようかっていうのを、当時のですねメモ帳に残していたんですけど、受け寄りの選出を強要してオーガポンを通すっていうふうに、当時僕が、このパーティーを作っている時のメモ帳に書いてあります。まあ、つまりこっちが分かりやすい、このポケモンで攻めるよっていうポケモン用意してたら、そのポケモンに対して強いポケモンを、まあ、バンビーさんは結構丁寧に出してくれるはずだっていう信頼をしているっていうことですね。つまりコータス・ガツ・ホムラっていう、もう炎の物理技で攻めますよっていうのが分かりやすい、ものすごく露骨な、出し方をしても、バンビーさんはコータス・ガツ・ホムラの一環ができるような選出は絶対にしない人です。もう必ずそこに対して固く、対策しに行く人ですので、それを誘ってオーガポンを通しに行こうというのが僕の中でのコンセプトでした。結構バンビーさんってこの大会の収録のちょっと前ぐらいまで、ママンロンゲぐらいみたいな並びをたくさん使われてたイメージがあって、そういうのとか出てくるかなってちょっと思ってました。ママンロンゲぐらいの並びに対して、この身代わりオーガポンは完封できるというか全員に勝てるので、まあ、そういう意味でも強いなというふうに思ってたし、あとバンビーさんが結構動画の中でコータス・ガツ・ホムラと戦って、コータス・ガツ・ホムラに勝つ動画の試合があるんですよ。でそれはどうやって勝ってたかっていうと、確かメガネ羽ばたく髪を使ってて、
コータスの晴れにただ乗りして、コータスを確かパワージェムだったと思うんですけどで一発で吹き飛ばして、もうステルスロック負けませんよねっていうのでその裏のポケモンも、含めながらウガツホムラをストップさせていくっていう、動きだったので結構アグレッシブにコータスを削ってウガツホムラを止めに行くっていうパターンもなるほど心得ないとなっていうふうに思っていてので、メガネ羽ばたく髪で止めるっていうプランも来るかなとは想定していたのでたくさんいる宿り木身代わりができるポケモンの中でも羽ばたく髪にほぼ唯一圧力がかかると言っていい緑の仮面オガポンを採用することにしました。テラスを切ってツタコンボをするだけで羽ばたく髪吹っ飛んじゃいますからね、つまりメガネみたいなブーストエナジーで素早さを補強していない場合一旦引かないといけないっていうのが、バンビーさん側になるので、まあ、羽ばたく髪で突っ張れないよなっていう状況を作らせるっていうのがまあ、僕にとっては重要だったというわけですね。実際にセンス画面で羽ばたく髪が見えているのでメガネだったら先発で出てくるかもなと思ってました。ここから選んでいきますが強そう、はい、ということで実際にねあの動画の方をここから再生しながら、まあ、それに対してリアクションしながら見ていきたいと思うんですけどいやこれね本当はウガツホムラ出すつもりなかったんですよね今ここでお話しした通りただ、出すに至りました。本当はオーガポンで、全体的に相手を詰ませていってで相手の残ったポケモンを、コータスの晴れから羽ばたく神とかで羽ばたく神で最後にスイープしていくみたいな、想定だったんですけど羽ばたく神に対して強いかまどの面オーガポンだったりとか、まあ他にもねその相手の羽ばたく神と同速になるっていうパターンもありえるしガチグマが直帰っていう可能性もありえるしっていうことで、まあ、結構今環境にいる、まあ、そのランドロスとかブリジュラスとかっていうポケモンがいるようなパーティーに比べてはるかに羽ばたく神が通しづらい結構この上から6体を並べられたら羽ばたく神意外と通んねえなっていうのを感じてこれはむしろウガツホムラだなということになってまさかの表選出をするになりに至りました。もうこれは僕の中で超イレギュラーというかやべえ結局なんか見せるだけ見せて対策させるっていうコンセプトなのに自分がウガツホムラ出すんかいっていうのはこれで本当にいけんのかっていうのはねすごく僕の中で迷いがありました。はい、でこの初手対面なんですけどこのガチグマはハイパーボイスを持った直気ガチグマじゃない限り倒せるんですけど、まあ、相手が直気ガチグマだろうと食べ残しあくびガチグマだろうとどっちにしろオーガポンの草タイプの攻撃を何とかする必要があるので海流に引くか、テラスを切って、攻撃しに行くこの2択から選ばなきゃいけないので、どっちにしろこっちが身代わりを押すことで必ず有利展開を作ることができます。で結果的にバンビさんここテラス切ってくれたのはすごい、ありがたかったというかすごく僕にとって大きかったですね。ウガツホムラにとって一番しんどいのは大噴撃を押した後に相手の水テラス炎テラスとかで本来倒せる相手にストップさせられるっていうことだったので、まあ、今回実際バンビさんの裏にはそのテラスを切らなくても半減なポケモンしかいなかったので、まあ、ここでテラスを切られることで有利不利特に変わってはないんですけどね実は、まあ、僕視点裏が分かってなかったのでそういう負け筋がなくなったっていう時点でちょっとホッとしてました。バンビさんの顔がいいですよね。いや僕すごくこうね集中してやってるように見えると思うんですけどもうその実ガッチガチに緊張しててもうここにつけてるピンマイクに心臓の音入るんじゃないかっていうレベルでもう本当にありえないぐらい緊張してたんでいやーもう僕はこの緊張から表情が凍りついてますよね。もう全然笑えてないし表情作れてない。なんでその表情でじゃなくて身振り手振りで今僕がどう思ってるっていうのを頑張って伝えるようにしてます。こううなずいたりだとかねもう本当に顔は動かなかったですね。緊張で張り付いてました。ニードルガードル防がれてしまったのでバンビさんやることありませんか。あくび効かない月の光意味ない信号はもう割れないから、そのあくびガチグマを詰ませるっていう強さあるなっていうのは練習段階でちょっと感じてましたね。もともとあのあくびガチグマまで想定した方じゃないけど副産物として強えなこのオーガポンっていうのは練習段階ですごい感じてました。ちなみに剣の舞とかもねその身代わりはそのまま搭載して剣の舞型のオーガポンにした方が一貫力あるんじゃないっていう
のも考えたんですけど、その結局海流に引かれた時に押し切れなくて振り展開を背負うっていうのがすごい弱いなと思ったので、海流に対して振り展開にならないっていう点で、まあ宿り木が一番いいのかなっていうふうに思いました。まあ、得意だしね。状況的にもテラスも、そう、これバンビーさんの選出とか持ち物とか見てなかったんですけど、これもっとオガポンで攻めればよかったですね。海流だ、裏のポケモン見ることができないんで、本来オガポンは多分ガチゲマで見ようとしてたと思うんですけど、見れなくなっちゃってるんで、結構苦しそうな顔してますけど、多分これバンビーさん苦しそうな顔してますよね。実際ね、そうなんで削ることはできないから、まあ、ここ僕がその身代わりを割られてしまった後のターンがちょっとミスなのかな。ちょっとこう身代わりを押してるんですけど、まあガチグマで居座っても拉致が開かないの分かってるから、まあバンビーさんだったらここ居座らないかなっていうのはなんとなく読めてたんで、ここを強気に身代わりじゃなくて宿り木押すべきだったなっていうふうに思ってます。もうブラッドメモリーにあるいはあくびにビビって身代わりをしちゃいましたね。防げる、防げるから、で、いやーこのターンはすごくそのあと後々僕楽屋でも、いやこれミスだったんですかねっていうのは他のね演者の皆さんに相談したりとかしたんですけど、僕ここ引くんですよね、身代わり残したまま。これバンビーさん視点って本当にもう宿り木ともうね身代わりとニードルガードされてるだけでもう TOD で一生勝てないっていう状況にかなり近いので、そっちを狙えばよかったんですけど、もうなんか僕にとってものすごく有利な展開だから、もう負け筋を潰そうっていう風に考えて、もうスケショ海流を強く意識してました。この段階で実際ここ練習の時にスケショ海流にこう完全に起点にされて、もう宿り木とか押してもう全然伊達にならないし、宿り木をしてやべって慌ててコードスに引いてももう時すでにみたいな、リュウマイ2回積まれちゃったらもうこっちのポケモン上取れるポケモンいないしみたいなね、風になってもうどうしようもないっていうのはもう一度経験しているので、その負け筋を潰すためだけに引くのか、もうそれ以外だったら勝ちっていう風に思ってオーガポン居座るのかっていうのは僕の中でめちゃむずかったです。ここ、まあ楽屋での皆さんの回答もまあね、スケショ考えたらしょうがない択ではあるみたいな、難しいけどっていう返答で、まあまあ実際正解のない択だったのかもしれないですね。ここはね、このオーガポンが有利にしてます。もう実際カウントダウンが出るまで迷ってますね、僕ね。すっごい悩んでた。ちゃんと時間を使って悩めっていうのはバンビーさんが昔コーチング動画でおっしゃってたことなんで、僕も今でもすごく意識してます。まあ、でここでアンコール見るんですけど、まだアンコールだけじゃ型は判別できないかな。スケショ回流の確率はちょっと減ったんだけど、まあ、一応アンコースケショもいますね。オーバーヒートでマルチスケールを壊しながら脱出パック発動させて展開するみたいなことはこの方だとできないから、まあ、あくびと、今回は脱出パック型ではないです。脱出パックははたき落とすだとか、トリックだとか、威嚇で暴発させたりだとかっていうので、バンビーさん側からいくらでもこう不発に終わらせる方法があったんで、バンビーさんうまいからもうコーダス見た段階でそれくらい意識してるかなと思って、脱出パックは避けました。あと岩の方が安定するかなっていう意図ですね。人間さんの逆に D 振ってるところですかね。コータス D 振り多いイメージありますね。この時点でコータスの、D 振りがバレてますね。ダメージ感覚解説の皆さん鋭すぎますね。はい、その通りです。これはもうバンビーさんが羽ばたく髪でコータスをワンパンする動画を見て、それが怖かったので、同じ負け方しないようにということで羽ばたく髪の、メガネパワージェムとか耐えるとこまで振って、開始のジャイロボールで倒せるようにっていうのをすごく意識してます。宿り木入ってないのはちょっと苦しそう。めっちゃ有利。そうなんです。で、僕視点なんですけど、もうステロをもう負けてしまったので、
ここからガッツホムラーでもうほぼ一貫取れてるかなっていう想定だったんですけど、見えてない厚底ブーツ、これが僕は想定外でしたね。いやまあ想定すべきだったのかもしれないけど、スケショーは頭にあったけどブーツは頭にないっていうのが両方考えた上で別のタコを選んでた可能性はありますね。ただスケショーに負けたことがある、ブーツに負けたことがないっていうので、スケショーの方を選んじゃった。これは僕が明らかに、苦しくなった展開ですね。ちゃんと晴れ構築に対してブーツ回流出してるっていうのは、これはもうバンビーさんがマジでうまいところですね。僕のオーガポンがバンビーさんに刺さったように、バンビーさんのブーツ回流が僕に刺さってる。ちゃんとお互い相手に刺さるポケモン出せてる。確かにこれステルスロックがもし回流に入ってた場合はそうですね、もうほぼので相当僕はこっから苦しい展開を強いられます。これはもうガチグマが 1B 特化でも、まあ、ほぼほぼ倒せてるかなっていうぐらいの、火力を出してるんですけど、この大噴撃はこのあとですよね。ブーツ海流が出てくるっていうところで、まあ、ちょっと僕は相当やばいっていうあの 表情というか動きをしているので、ちょっと注目してみてください。そこそもそも耐えるという話もあるので地震神速耐えれば、確かに耐えればもはや勝ち、もはや。あとここであれですね、晴れターンがなくなるか、あの混乱大変、はい今うわーって顔しましたね。これもブーツだということが分かった瞬間、うわー今までの全ての選択やり直したいと思ってました。これが見えなかったのがすごく僕はもったいなかったですね。でここなんですけど、地震神速は、基本的に素早さに補正をかけてるウガツホムラって、あの攻撃を割かないと古代火星で攻撃が上がっちゃうので、素早さを上げるっていう風にするために攻撃下げるんですよ。のでその分余った分は耐久に振らないといけなくて、このウガツホムラは、耐久に振っているということなので、地震神速は確定で耐えるところまで、振ってあります。なんなら地震が結構あの高乱数高い方を引かれてるので、僕の中でもなんか大丈夫かって一瞬ちょっと不安になりかけたけど、まあ、一応そこはダメージ計算して知っているので、まあ、大丈夫大丈夫というふうに、冷静になり直しています。で、ここなんですけど、これですね、バンビーさん側は楽屋でこのターンすごく食いてました。地震じゃなくて羽休めをして混乱待てばよかったっていう風に言ってましたね。それに関しては結構僕は諸説というか、いや説とかじゃないな、運だと思ってて、これって大噴撃が2ターンで終わるか3ターンで終わるかっていうのは運じゃないですか。激凛と一緒で2ターンでピヨピヨってなって終わる、3ターンでピヨピヨってなって終わるのどっちかなんですけど、これ難しくて、2ターン目の大噴撃に対して羽休めをするっていう風に、バンビーさんが選択をした場合、そこで混乱したらウガツホムラも海竜も体力満タンの状態で、その後じゃあどうしますかっていうタイミングが訪れるんですけど、僕はオーガポンに引くことで海竜に宿り木の種を入れることができるので、そうすると海竜のマルチスケールがもう必ず削れた状態になると、まあ、ターンの終わりにねダメージが入りますから、羽休めをしても、必ずマルチスケールが削れるっていうところは、確定で入ることができるので、そうすると体力満タンのウガツホムラに、引き直して、で、その宿り木の種のダメージ分を考慮してそのまま激凛で突っ張ることができるっていうのが通用していたので、かつウガツホムラ体力満タンですしねそれが強くて、ので、羽休めをしてて2ターンで混乱してた場合、実は僕結構楽な展開になってたと思ってます。ただ、バンビーさんがここ羽休めをして、3ターン継続だった場合、羽休めをするで混乱しないだった場合、次のターンにバンビーさんが地震を押すことで、バンビーさんはこっちのウガツモラを削りつつ、ウガツモラは混乱したので引かないといけないっていう状況を作ることができていたので、実際のこの展開よりも僕が不利を背負っていたと思います。なのでもう混乱が2ターンか3ターンかで全然ね場合が違うんですよね。本当にひっくり返るっていう、かなり勝ちか負けかがもう明確にこうギャンブルになるっていうのが羽休めっていうだけだったのかなっていうふうに僕は思っていて、まあこれちょっと試合中にそこまでちゃんと考えられたわけじゃないですよ。後から聞いて言われてみたらどうかなって考えた結果、まあそうかなって思ってるんですけど、のでそう、もし羽休めをされていたらもうすごく両極端な運が絡む試合になってたと思います。ただ、バミさんがここで自信を打ったことで、まあ
お互いまだ勝ち筋があるっていう、で、まあ、結果ここバンビーさんが自信を打ってて2ターンでウガツモラが混乱してたら同じことなんですよ。あのこっちは引かないといけないでウガツモラ削れてるので不利だったんですけど、これが3ターン続いてたら逆に自信を押してくれてたらラッキーってことで、どっちにしろ有利不利がすごくあの運で決まるっていう、すごい、うん、ね、何とも言えない場面だったんですけど、ここは実は僕あのさらっと進行してるんですけど、めちゃくちゃ運が良かったんです。僕ここで3ターンあの大奮撃が続いたのは、なので実は運絡んでます。この試合急所とか外しとかなかった分で運が絡んでないように見えるけど、この3ターン継続はめちゃくちゃ試合を分けてると思います。これはかなりやばそう。まあ3ターンでも2ターンでも即負けではないんですけどね、うん、結構僕もこれやります これねいやなんかやっぱそういうなんかカメラパフォーマンスみたいなのをする余裕があるっていうのは離れしてるなっていうふうに思いましたね。初テレビ出演でありえないぐらい緊張してたの。あでも なんか僕笑ってますね。自信心速は、しかも針がまだあるから握手でも多分このターン考えることないですからね。どうせ大奮撃で固定されてるんで何してくんだろうなっていうので笑ってたのかもしれない。これでラス位置が見れたんですけど、これウーロス実は耐久振ってなかったら耐えないんじゃないかなっていうぐらいのはず。ただまあ耐久振ってたので、まあこれまあ今一番入りのウーロスなんでね、可能性すら剣の舞から入ってアクジェ、まあ、ドレインパンチ水流っていうのはものすごくこの時流行ってました。神秘の雫か、まあパンチグローブかっていうところだけ好みが分かれるっていう感じでしたね。でここはもちろんその悪事神速で落ちるっていうのがバンビーさん側の勝ち筋だと分かってるんで、まあオガポに引くっていうターンでしたね。まあ、これは最悪ドレインパンチ、まあ、見えてないけどインファイトの可能性があっても、まあ、もちろん今回あの HB なんですよね。このオガポンって素早さにちょっと振ってるし攻撃にもちょっと振ってるんだけど、まあ羽ばたく髪をブーストエナジーで抜いて上からスタコンボで倒せるっていうところ、相手が無振りならね、あのつまりメガネ羽ばたく髪を意識してるんだけど、それ以外はもう完全に HB にがっつり振り切ってるんで、まあ、ウーラオスに対して鉢巻きとかでない限り、しかもインファイトとか鉢巻きインファイトとかでない限り、基本的には引き安定でした僕視点はね、だし、まあ、でも悪事神速以外の勝ち筋もだいぶバンビーさん側薄いなっていうのは理解しててすごく有利展開にあるっていうのは僕の中にあったので、まあ、もう悪事打ってくれたら一番いいなっていうことで引いてましたね。まあただそうなんですよね、この後ですよね問題はね。TOD でいくとガチギマの体力が多いんで、ガチギマやられちゃうのやばいんですよね、まあ、そうでここで今黒子さんが TOD についての話をしてるんですけど、マジでその TOD っていうタクは僕の中で見えてなかった。これはねちょっとまだまだですね、あの大反省なんですけど、結構海流に引かれたら神速自身アンコ羽っていうのは、まあ、ほぼほぼ確定だったわけなんですよ。もうブーツなの分かってる、でアンコ自身まで見てるからもうあと神速羽でしょみたいなのってまあ共通言語としてあるんですよね、まあ、お互いね。まあ、だから、まあ、それならオーガポン突破手段ないじゃんってことで、あのオーガポンで TOD を狙いに行くっていうのは一番安定する勝ち筋だったとは思います。ただもう僕はその海流に引かれたらこっから無限回タクが生じるっていうふうに思ってて、いつアンコールする、いつ神速するとか、いつ、ウーラオさんに引き直すっていうのがもう無限にタクとして発生していって、で、まあ、海流に対してもう最悪その羽休めじゃなくて竜の舞だったらどうしようだとか、もし竜の舞だったらもうあのアンコール竜の舞神速自身だったらもうこのオガポンもう宿り木の種でロックされちゃって竜舞抜き点されて神速でめっちゃ削られる、でもうウガツホムラももちろんもう悪事神速で落ちるような体力だったので神速耐えないっていう風になって大変なことになっていたので、まあ海流があの HA なのであればその竜舞の可能性もあるんじゃないかとかもすごく考えたし、こっから無限回タクが生じるのであればそのタクの神様であるそのバンビーさんに勝てるのかっていうのがものすごく僕の中でここはかなり考えて
いや僕はどうしてもなんかこの段階でもう勝ちが安定しているとは思えなかったオーガポンで居座るのが。ただ、見えてる情報だけ見たらオーガポンの居座りで勝ててたと思います。なのでここはリスクを犯す必要は本来なかったですね。バンビーさんの視点からするとそうですね、コータスが一番 HP 残量低いポケモンなので それが倒れている状況で TOD 有利がかなりインゲンさんに傾いてるのかなって。本当でもまあ、ただそういうのって見えてないからね。まあ海流の技個性とか結果論なんで言ってもしょうがない。ここまで削れてしまったんですよ。でウガツホムだってまだ黄色だったんですよね。まあ、でも強い人たちはもう羽休みでしょっていうところまで信頼しちゃってヤドリギの種を押すっていうのもしたかもしれないですね。マジか、うますぎる。あ、ただここはウガツホムに引きます。いやもう僕この自分が引いて相手が何を打ってるかを知るまでのこの一瞬の場が怖すぎた。でもここのガッツポーズはもうね、本当にもう渾身のっていうか、もう思わず出ましたね。これはもう、まあ、もちろんバンビーさん側はウーラオスを失ったら負けっていうのは理解してて、もうウガツムラにそもそも勝てなくなるし、オガポンもまあ海流一体だと倒せなくなるので、まあまあウーラオスは絶対失っちゃいけないんですよ。バンビーさん視点だから絶対引かなきゃいけないけどでもっていう、そのお互いの読み合いね。でそのどういう読み合いになるっていうのはもうね、僕も分かってて、さてじゃあバンビーさんどれを押すっていうところだったんですけど、まあ本当にこれはバンビーさんは絶対に危険択はインゲンに対して取るっていうのは無理だろうっていうのもあって、これ僕が、最初1位何回も取ってるもう超強豪プレイヤーみたいな人だったら多分ね、僕ここ公開未交換とかしないでしょうね。その僕を信頼してウーラオスで居座るっていう択をバンビさんが取ってた可能性があるけど、僕は今回自分がインゲンであるっていうのを最大限アドバンテージにしようって、もうなんかそういう埋められる差はもう何どういう手を使ってでも埋めるっていうふうに思ってたので、もうひたすらもうそれだけを考えた結果、僕はバンビーさんを信頼するっていう方を選びました。ここは固い選択肢を取るだろうっていうので、まあ結果通ってよかったですね。これはもうガッツポーズでした。嬉しかったです。あとは急所じゃなければっていうのを祈ってましたね。よしっていうね、急所じゃなかったねっていう、これねこの指を指すところ、いやこれはね、あの画面構成上バンビーさんを指さして勝ってやったぜっていう風に見えるけど、もう僕の視界はもう目の前にこうモニターがあったからモニターに対して指してたんだけど、画面構成上バンビーさんは煽ったみたいになってて、ちょっとそれはすいませんなんだけど、いやでもね、バンビーさんはやっぱり僕らね、ポケモンランクバトルをやってる身としてはもうみんなにとっての神様みたいな存在だし、正直その楽屋とかに当日入って僕めちゃくちゃ構築記事とかガチ対戦の上位の記事とかもう何百記事読んだんだってぐらい読んで、でもちろん自分でガチパも回してね、いわゆるビッグシックスみたいな、まさに今バンビーさんが使ってた並びかを自分で回したりとかして練習してガチポケモン同士の戦いになれようっていうのは頑張ったんだけど、そんだけも勉強しても当日楽屋に行って最初にそのバンビーさんとか A0 さんとかあとクロコさんとかイロハさんとかがなんかこうこうこうだよねって話してるの雑談とか聞いた時にもうね、足りなかったんだって思った。僕はなんかもう僕がこんだけ勉強してこれで届くかなって思って当日そこに向かったのに、もうそこで話されてる話が高度すぎて僕分かんなかったんですよ。もうなんか実数値ベースでこのポケモンの HP この数値まで振ってれば、このポケモンのこの技を、まあ、確定で耐えるから、ここのタクはもう100ゼロだからさみたいなさ話をもう今僕が言った説明なしで話せるんですよ。もう161だからここもうあれでみたいなさ、そういうのがもうお互いだよねみたいなこう会話がなされてて、まあそのもちろん強い人同士だったらまあそれは常識な会話だったのかもしれないけど、僕はそこまで深く掘り下げられなかったんですよね、ガチパ同士の戦いを。だからあ
この神様たちの世界には届かなかったんだな僕はって思って、もう当日現場入りした瞬間から僕はもう、あーなんか負けた敗北感がすごかったんですけど、いやでもまあすごく良かったのが、僕は B ブロックだったから、まああの半日挟んでその後なんとか気分を切り替えてっていう風にこう考えられたので、もう自分が埋められる差を埋めてやれることをやるしかないっていう風に切り替えられて、こう本番に臨めたのがすごく良かったのかなって思うんだけど、もうこれはもうその神様の世界に努力で僕は一つ届いたんだ、一瞬でもいいから届いたんだっていう、もうその気持ちがこもってました。完璧だマジで、やば、これはやばい、天才。この時の実況席の盛り上がりは、あの収録のスタジオと実況席の部屋はかなり離れてたんですけど、でしかも僕ヘッドホンしてたんですけど、それでも絶叫が聞こえてきてたどこかからから、あ、実況がすごい盛り上がってくれてるっていうのを思って、いい試合ができたっていう手応えがありましたね。この瞬間は 8-2 を 10-0 に持ってったは本当に、うん、的確だと思います。いや、うますぎるなマジで。いやいやいや、素晴らしすぎる。いやー、これはまあ嬉しかったですね。そんなことはないですまあでもそのインゲンさんと当たってたら負けてましたよっていうのは、なんかこう興奮してつい言っちゃったみたいな感じの言葉だと思うんですけど、なんかあれですよね、それぐらいいい見応えのある試合ができた、みんなを興奮させる試合ができたっていう、まあ、ポケモンが好きな人だからさ、当たり前だけど A ブロックの4人の皆さんって、そのポケモン好きの皆さんがポケモン対戦ってやっぱこれがいいよなっていう風に盛り上がれる試合ができたっていうことが嬉しかったね僕はね。うん、光栄でした本当に。はい、ということでね、まあ、試合はこんな感じだったんですけど、まあ、最後にしたい話があと2つだけあって、1個があのなんでガチポケモン持ち込んだのっていう話、これはしておきたくて、っていうのもインゲンが参戦するっていうのが、まあ、あの出演者発表ってなった時からずっとマイナーポケモンでどうやって戦ってくれるのか楽しみっていうコメントはたくさんありましたし、僕もやっぱりあの普段の僕の視聴者さんとかからはそういう期待をされていたっていうのは十分理解しています。ただ結構僕の中ではもう迷いなくガチポケモンを使うっていう風にすぐに舵を切りました。まあ、なんでそうしたかっていうと、最大の理由は勝ちたかったからなんですけど、他にもいろんな理由が結構重なってて、あの普段インゲンがガチポケモンとかガチパ使ったらどうなるか見てみたいっていうコメントがあって、僕自身やっぱり普段のこのキャラクターがマイナーポケモン使いだから、なんかガチポケモンを使った時にがっかりされるんじゃないかっていうの勝手に怖いなって思って、やっぱなんかね、そのそういう方向性に行くなら見るのやめるわって思われちゃったらどうしようっていう心配性があって、で使ってこなかったっていうのももちろんあるし、だからこそこういう場で自分自身本気でガチポケモン使ったらどこまでやれるんだろうっていうのが僕自身ずっと気になってたから、自分がどこまでやれるのかを試したかったっていうのが一つ、他にはやっぱりその出演者を見た時点でこれはガチで戦うっていう大会なんだっていうのはもう誰もが見てわかることで、で今回ブロックが2つに分かれてるじゃないですか。それでインゲンがいるブロックだけ一生の重みが違うっていう、一生の重みがちょっと軽いっていうのはフェアじゃないっていうのもちょっと思ったんですよね。 A ブロックはめちゃくちゃもうガチで勝ちにいってるけど、 B ブロックの中に1人だけマイナーポケモンのいいところを見せて散っていければいいやみたいな、まあ、もちろん頑張るんだけど、でもマイナーポケモンのいいところを見せる普段の動画みたいなスタイルでやるよっていう人が1人いるだけで、 B ブロックの一生と A ブロックの一生の価値が変わってきてしまう、ウェイトがっていうのはどうしても避けたかった。もちろんね、僕は自分が実力不足だというのもまだまだ理解していますし、それはやっぱり当日の楽屋とかでも一番感じたことですけど、なので本気を出したとて、一生分の重みを、完全なフェアにできるかどうか分からなかったですけど、ただ姿勢だけは相手と対等、それ以上に立つんだっていうもう姿勢で挑むのが、まあ、今回は皆さんへの礼儀なのかなというふうにも思いました。ので、もうもちろん僕が期待されているのはマイナーポケモンで、大会を引っ掛け回す姿だっていうのは理解した上で、でもやっぱりその僕自身のエゴも含めてガチポケモンを使うという判断をしました。まあ言うてそのオーガポンとか
ちょっと変な方だったじゃんって思われるかもしれないんですけど、まあメンバーシップの方に動画上がってたりするんですけど、もう練習段階では本当にあの上から順位6匹使用率の、今回バンビーさんが使ってた並びと一緒ですねの並びとかで、ひたすらランクバトル潜って練習してダメージ感覚養って構築記事読んでっていうのをもうひたすらこう繰り返していくっていうのをやってたし、本番でももうその人に刺さる構築を考えて、それがガチポケモンが入っていようがマイナーポケモンが入っていようがそれが最善なら OK っていう、ガチポケモンだからパーティーに入れる、マイナーポケモンだからパーティーに入れるっていうことはもう絶対にしない、全てのポケモンの中から最適なポケモンを選ぶっていうことだけを考えようというふうに思って今回の大会に臨んだので、一般的に強いと言われているかどうかは今回は度外視して考えるっていうのが今回の僕の大きなテーマでした。実際僕はね、全部のポケモンが好きなので、別にガチポケモンだから好きじゃないとかマイナーポケモンだから好きとかは本来ないんですよ。ただ相対的にスポットが当たってないポケモンを使った方が楽しいよねっていうのはちょっとずっと前からあったから、ガチポケモン使ってないだけで、羽ばたく神だったり海竜だったりっていうポケモンも僕はもちろん大好きなわけで、同じポケモンである以上だから使ってみたいなっていう憧れはやっぱりどこかあったし、それは使えてよかったなっていうふうに思えてます。で最初に言っておきますが、これからの試合でも、今回羽ばたく神とかパーティーに入ってましたけど、それどころじゃないぐらいガチポケモンバンバン出てきます、ガンガン使いますので、そのつもりで、これからも楽しみにお待ちいただけたら良いかなというふうに思います。まあ、マイナーポケモン活躍する様子は普段の動画でっていう感じですね。まあ、でも今回の、大会で割とガチポケモンを使うっていうことの楽しさも、だんだん理解できてきたので、普段の動画でもちょいちょい、まあ、使えたらいいなっていうふうに思います。まだちょっと怖いけど。で2つ目、これがですねとんでも裏話なんですけど、この試合が終わりまして、もうめちゃくちゃ緊張しましたっていうふうにインタビューでも言ったんですけど、その緊張の糸が切れて控室に戻った途端にですね、僕は体調を崩しました、この大会で。これが大事件でですね、とんでもない吐き気に襲われまして、僕自身その前日まで緊張で1時間ぐらいしかね、もう毎日眠れないみたいな、日々をずっと過ごしてたんで、ここでより戻しが来たかっていうのにね、もうこの日一日持ってほしかったっていうふうにすごい思ったんですけど、そこで、まあ、ついにバンビーさんに勝ってほっとした瞬間に全てが襲ってきまして、座ってられないぐらいの状態になりましてですね、現場の大人の皆さんにたくさんご迷惑をおかけしました。この場を借りて本当にすみませんでした。まあ、現場でももうたくさんスタッフの皆さんにひたすらもう ごめんなさいっていうふうに謝ったんですけど、それでですね、皆さんがどうしてくださったかというと、急遽番組の進行表を、作り直して、インゲンの試合を B ブロックの一番最後に固めよう、でその B ブロックの他の試合をしている間に、インゲンさんには休んでもらおうっていう風に、プロデューサーさんが、方針を決めてくださってですね、僕は他の、選手の皆さんとかがいる楽屋とはまた違う一個、まあ一つ空き部屋みたいなところ、まあ本当は関係者室なんですけど、そこにいらっしゃった関係者の方が、あ、じゃあ私どきますねって形で、本当申し訳ないんですけどどいてくださって、僕の専用部屋みたいになって、そこでそこの床で僕はもうミイラみたいに寝てましたという事件があってですね、でもうその時の現場がものすごくあったかくて、本当にすみませんっていう風に皆さんにこう言ったら、いやもう全然大丈夫ですみたいな、ゆっくり休まれてくださいっていう風にテレビ東京さんのスタッフさんがみんな優しく接してくださってて、大丈夫ですかみたいな、今回の番組のプロデューサーさんも、もう、あ、ね、今寝ててくださいみたいな、でもうジャケットを脱い で僕にかけてくれて、イケメンすぎますよねめちゃくちゃイケメンなんですけど、本当になんか他の方の上着とかも借りてきてくださって僕にかけてくれて、僕が冷え性だからか、もう当日もめちゃくちゃ寒い寒いって結構ずっと言ってたんですけど、寝れてないのもありますよね、体温が下がっててっていう、まあそうなんですごく温めてくださって、でそのスタッフの方にちょっと胃薬買ってきてあげてみたいな感じで、もうスタッフの方がこう胃薬買いにもうバーって最寄りのコンビニまで走ってくれてみたいな、本当にいろんな大人の方が僕のために動いてくださって、なんとか番組の進行ができるという形になりました。その時の、写真が実はあるんですけど、これです
あの死んでる僕の写真ね、あのこの写真どうして撮ったのって思うかもしれないんですけど、あの僕がこう崖で倒れてて、あのプロデューサーさんがあの上着をかけてくださった時に、本当に申し訳ないんですけど迷惑ついでに一つお願いがあってって僕がお願いして、あの後日談として出したいので今の僕の写真を撮ってくださいってお願いして、あのこのもう死んでる状態の僕を撮ってもらいましたっていう裏話があります。あの YouTuber の鏡ですねと言ってもらったんですけどまあそうですね、まあ、YouTuber ってこういう時も仕事ですからね、まあ、ということで、まあ、でもそれで復活できなかったら本当に迷惑かけただけで終わるんで、あの本当にあのシャレにならん話なんですけど、あの胃薬を飲んだらめちゃくちゃあのマシになりまして、相当回復しまして、実際にあの番組に復帰できるに、至りました。他の B ブロックの方の試合が終わった後なので、結構もう僕が復活するや否や、もう本当ギリギリのタイミングぐらいでインゲンさん行きますかって、こうそろそろもう時間になっちゃうんですけどみたいな感じで言われて、ギリギリ行けますみたいな、感じになって、復帰することができたので、実はこのバンビーさん VS インゲン戦の次はインゲン VS 切ない参戦の予定でしたが、進行が変わりましてですね、僕の試合はこの B ブロックの、全ての試合の最後にあと2戦が、固まって、います。で、投稿順も実際の試合順に、乗っ取って変更された進行のまま、投稿されていくので、ちょっと、いびつな、対戦の順番になります。インゲン戦が最後に2試合固まります、ということになりますので、僕の、視聴者さんの皆さんはですね、後半に2試合固まるということで、ちょっとまた、次をお待たせしてしまう形になるんですけれども、ご理解いただけたらなというふうに思います。いや、もう改めて当日のスタッフの皆さん、そして柔軟にね対応を変えてくださった他の、7名の出演者の皆さんにも、本当にこの場を借りて感謝申し上げます。ありがとうございました。本当に、すみませんでした。まあ、それ以降すごく、健康体づくり気をつけて今、生活しておりますので、次の収録あった際にはそういうことがないように、今励んでおります。ということで、まあ、この辺までが裏話でした。他にもいろいろしたい話がたくさんあるんですけど、まあ、月以降ね、第2戦第3戦と、その振り返りの動画も撮りたいと思いますし、そこで話すことがなくなってもちょっと寂しいので、他の裏話はそちらの方に撮っておきたいと思います。では今回ここまでご視聴いただいてありがとうございました。普段とはちょっと違う動画だったんですけど、楽しんでもらえたら幸いです。ではまた次回の動画で、バイバーイ。